ども、足の指でグーパー、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 抜いてみてください。そうそう。あ、うまい。すごい。外反母趾の予防とか、扁平足の予防。普通にチャレンジ、遊びのつもりで、後ろ歩き、後ろ歩き、後ろ歩き。難しいですよね。スチルマスを引き上げる意識を持つと、扁平足の、ね、予防にとても効果があります。じゃあ、三日月のポーズ、こっち正面向いてやっていきましょう。足を揃えていきます。そしたら足の指を持ち上げてみてください。パーッと開きます、指をね。そして足の小指からおっとっとっと離してついていきます。ペタン。もう一回チャレンジしてみますよ。足の指を5本持ち上げて、足の指を扇子みたいに開いて、小指から離してついていきます。ペタン。足ピタッと揃えてください。じゃあ行きますね。息を吸いながら両手を横から上に回していって耳を挟みます。で手を組みます。人差し指を伸ばしてみてください。息を吐きながら体を右の方に倒していきます。そう、そちらで大丈夫です。目線は前か斜め上の天井の方を見てみてください。とても美しい三日月になります。三日月のポーズは体の中の老廃物を流す胃腸の働きとともに、吸いながら真ん中に戻ります。吐きながら左へ。もう肋骨の間をよく開きます。今伸ばしている右側は特に肝臓や胃の働きを高めるので、ああ食べ過ぎた飲み過ぎたっていう翌日は痛いです、硬いです。息を吸いながら元に戻ってきます。吐きながら手を離してふわっと下ろし、一息を陰を味わいます。腕が温かくなる感じ。今度はバランスのポーズ、こちら向きで始めますね。で体の中心軸、正中線のところに右手を持ってきます。じゃあ私見やすいように少しこっち向きでやってますね。そして左手を横に伸ばして、翼のように吐きながら手を下から回しかけて、肘の下に肘かけてください。柔らかいですね、さすが。手の甲で合掌、もしくはもう少し巻きつけて手のひらが、そう、そうです、合うようにします。手はこうね。そして腰を落としていきます。そして今度は左足を持ち上げて巻きつける、ふくらはぎまで。あ、グラグラするかなと思ったらつま先ちょんと置いても構いません。腰を落として、手の指先を前に向けてみてください。わしのポーズです。わしですね。で、ヨガのインドでは、わしがこの、とてもね、神聖な鳥で、金色の羽をしていて、赤い顔をしていてなんて言われてます。神様を乗せたわしです。で、息を吸いながら起き上がってきて、吐きながら手足を離して下ろしていきます。あと一息ついていきます。じゃあ反対やっていきますね。体の中心に左手を持ってきて、息を吸って右手は翼のように広げ、吐きながら下から回しかけていって、肘の下に肘を、手の甲で合掌するか平で合掌して、で腰を落としていきます。で右足持ち上げて、ももを上に引っ掛けて、ふくらはぎ手の指先を前に向け、ぐさっと前に、足はくちばしを根元に刺すようにしていきます。足のポーズです。肩こり解消、二の腕から手の先までスッキリさせてくれます。立って骨盤の中を意識してバランスをとって脚力をつけていきます。立ちですよ。息を吸いながら起き上がって、吐きながら手足をほどいて床に下ろして、一息ついていきます。